新たに感染が確認されたのは札幌で6人、小樽市と石狩地方、オホーツク地方でそれぞれ1人ずつの合わせて9人です。札幌市の6人のうち4人が20代から30代の男女で、複数人が接待を伴う飲食店の関係者だということです。今日の感染者の中にクラスターが発生したススキノのキャバクラ店の関係者はいないということですが、ススキノの夜の街感染は合わせて22人となりました。